ようこそお話の世界へ。こんにちは、朗読家の伊藤正勝、正勝さんです。今回は詩集今日は死ぬのにもってこいの日、その23回目です。毎年冬が来ると親父は子馬を飼ってバッファローを追った。その頃彼らは自由にさまよっていたのだ。しかしその頃はまだ分取り時代で、バッファローの命はあまり長持ちしなかった。バッファローを殺すと、いつも親父はまだ温かい肝臓を生のまま食べた。味が好きだったのだ。それから親父はバッファローの内臓の中へ手を突っ込んで手を温めたもんだ。その後、皮を剥いで肉を切った。何一つ無駄にはしなかった。親父はその肉を家に持って帰って、今でも天井に残っている鍵にぶら下げた。その冬中、肉はどっさりあった。お金は一銭もかかっていなかった。免許証さえいらなかった。ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。